どうもこんばんは。どうもこんばんは。皆さん、こんばんは。ただいま。声ちっちゃい。爆睡です。龍一が本番始まったのに本気で爆睡してます。右下のカメラにご注目ください。どうもえ、どうすんの？どうすか、寝心地は。いや気持ちいいです。気持ちいいですね。さあ、誰か後ろ行こう。後ろ行こう。今日は後ろから中継しようか、リュウチ俺ら。はい、やってきました。ギルド初の MC 番組、嘘じゃない。サブタイトル、サブタイトルは、12ヶ月連続リリースのラストは1位取らせてください、スペシャル。いや、めめしいだけやで俺ちょっと。まあそんなわけで、皆さんのコメントが、8しかありません。小ひちかっけ、小ひちかっけ、マジか。こんばんは。どうもどうも、はい、皆さんコメント、コメントいじって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 666666。ああ自分で言うのも悪いけど俺の名前が多い。お前どうでしょうか。そんなわけでですね、本日もここニコニコ本社2階 T ルームニコニコから生放送スペシャルということで、今日はなんと皆さん30分拡大版として放送しちゃいます。1時間半。そうです、見てくださいこの店内の、このお正月ムード。違うじゃん、イルミネーション。イルミネーション。イルミネーション。まあそんなわけでね、クリスマスなんですね、そろそろ。そうそうね、皆さんあれですか、やっぱクリスマスとか、クリスマスとかすごい大事にされてますよね。あ、そうだね。なんかないですかクリスマス。あの寂しい野郎どもで飲み会とか、おーおーおーおいい、ね、できたらいいなと。あ、その友達すらいない。はい。なんかないですかクリスマス。ね、ちょっと今年もなんですけど、はい、去年か、はい、去年ですねクリスマスですね、24日まず24日イブ、はい、メンバーと一緒に東京に移動して、そうだ、25日はワンマンがあったけどね。ありました。 あったそうだね。みんなありがとう、ほんま、ある種ハッピーでしたけどね。まあね、ただそのライブの時間以外はメンバーが過ごすっていう、このちょっとそうそうそう寂しかったです。俺ら一緒にいるの楽しいよな。楽しいな、ずっと思ってるお前だね。お前最低な人間やな。じゃあ次いきます。はい、それでは自己紹介、まずはボーカルの、はい、龍一です。今日もいちいちよろしくお願いします。お願いします。もう起きたんで、もう起きました。元気です。どうも。はい、続いてオンギター、骨、爪楊枝、骸骨、よしひろです。よしひろ、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 はい、はい。続いてベースの、はい、どうも、ベースの、猫が大好き、働くのが頑張りすぎじゃない、ベースのたくまです。今日は一日頑張ります。じゃあ皆さんも頑張ってください、コメントしてね。どうもたくまでした。イエーイ。そしてドラムスの、あたしがこういちよ。カメラさん、私の顔面をアップにしなさい。ありがとうございます。終わりかい。ちょっと今
髪の毛上げてみた。前はサザエさんでいっぱいコメントされたけど今日はされへん自信があります。こういちです。初公開だね。今日もよろしくでー。髪の毛の色暗くしてみたよー。まあ、そんなわけでね、4人揃って、ギルドでーす。どうもギルドでーす。お前連携する気あらへん。簡単に近況トークのコーナー、イエイ。はい、ギルド渾身の PV 作成中。おい、今までのどの作品よりも完成度が高いビックリマーク貼ってる。おどうした実際完成度どうすかね。実際でもあの屋上とかで撮ったりしてるんですよ、ね。おっ、そうなんです。そう言いましたね。そうなんです。皆さん今回ギルドね屋上です。屋上です。なんとまあ言いませんがもうすごい広い広い、うん、広いね。うん、野球場ぐらいあった。おうん、言うね。野球場ぐらいあって、真ん中に丸書いて H って書いてある。あ、理想ね。うん、理想ね。何言ってんの。まあそんな感じで、本物をね、楽しみにしておいてもらいたいところでございます。うん、ではでは、近況トークということで、はい、まず龍一さん、短髪になってますね。なりました。ついに切っちゃいましたね、これ。おどうですか、襟足とかもないんすね。ちょんちょんっすね、これ。前髪もちょんちょんっすけどね。でもめっちゃ似合ってると思う。やってんな、ま、どうよ。ほらほら可愛いって来てるやん。誰かに似てるって感じよ。ちょんちょんちょんに対してダブルダブルダブルってかけついてるやついるな。あれじゃねえ。可愛い可愛い。長い長い方がいい。どうや。長いよ。顔は長いですけどね。顔はね。でもだいぶ可愛いっていう声が多いですね。シドの真央さん。ありがとうございます。何？やめてください。あ、でも。あ、真央さん来てますね、これ。来てますね。ちょっと今から僕事務所に謝りに行ってきます。そうですね、謝った方がいいと思う。俺も一緒に行きまーす。次、たくまさん。はい。あなたのミニ四駆は完成しましたか。あ、僕のね、あのビートマグナムがね、ついに完成しましたね。僕のビートマグナム。なんか、しまったそんなんじゃないよ。そんなんじゃないよ。ちょっと、僕の僕のビートマグナムについて詳しく聞かせてもらっていいですか。あ、そうですね。マグナム。マグナムトルネードですか。マグナムいいよ。あったね。ひわいって書くな。すごいよな、キュインキュイン言ってさ。すごい。グリスどんどんそれってさ。ビートマグナムに。そうそう。グリスってあの、オイル、オイル。オイル塗る。塗ったらどうなるの。スルスルするんですけど。はい、次行きます。こいつさん、稼ぐ人はなんで長財布を使ってるんですか。あ、これ本のやつ、本のやつ。最近ですね、読書、意外にですが、この僕が読書ということで、稼ぐ人はなぜ長財布を使うのかっていう本を最近買いました。はい、で、すごく、まあ、いやらしい話じゃないんですけど、まあ、お金のことが書いてある本で、そのお金を大切に使いたいなと思ったので、うん、まあ、読んでみてすごい面白そうだったんで買ったんですけど、まあ、なんとそれを、すごいいいからたくまに読んでみなって言ったら、この全くジャンプしか読まへんたくまが一冊丸々読んだりして、うん、で、すごかったよ。ものの20分ぐらいじゃない。ずっと読んだった車の中で、ね、車の中で読み切るってすごいよね。で、今実際ヒデさんが、うん、それを読んで、うん、途中までなんですけど、やっぱいいねっていう話にすごくなっております。うん、内容は、まあ、要は人に好かれる人っていうのは、やっぱりその人に対してきっちりこう対応する人はやっぱ人に好かれますよということで、だからお金に対してもそのお金に対してきっちりする人はお金からも好かれるんじゃないでしょうかみたいなことが書いてある本なんですけど、うん、読んでみてください。回しもんです。はい。そういうことで、この番組ですが、はい、皆様ニコニコ本社チャンネルより月1、レギュラーおレギュラーお放送でお送りしています、うん、はい。しかも月9やろ。しかも月9やで。すごいよ。で、毎回さまざまなテーマをもとにいろいろなことに取り組んでいます。お、はい。じゃあ本日の放送メニューなんぞやを、はい、発表します。お、一番ダン。おお。今日はいいよコンビネーション。そうやな。最高やな。ドワンゴ JP さん、はい、より12ヶ月連続配信でリリース企画をやっているギルドですが、はい、ついにですね、今月でラスト。お、ラスト配信曲のキャンドルというものです、うん、ラストになるわけですけれども、はい、これが配信されます。はい、イエイ。おっ、ありがとうございます。いやー、それでですね、今日はこの曲を
本邦初公開、ありがとうみんな、曲紹介とともにこれまでリリースされた楽曲を振り返りますというコーナーが、1番です、はい、では2番バンレギュラー大好評の即興ドラマ、はい、愛のギルド劇場4回目またか来ましたね、また無茶振りされんやなこれ、まあ、お題はね、クリスマスとかね、うん、まるまるは家政婦は見た家政婦は見た言っちゃったとかね、まあ、あの吉尾のなんちゃらこんちゃらとか、まあいろいろあるじゃないですか。もうみんな吉尾でテンション上がりすぎやろし、吉尾もう何やったらもういいよ、一回吉尾で埋めてもらってもいいよこの中とりあえず弾幕かも、さあ吉尾来るか、吉尾来い、弾幕作って吉尾来い、来たー吉尾が来た、お前いつからそんな人気なんてまあ芸能人やしないですよ、オペラ歌手やしオペラ歌手やしストーカーオペラ歌手ストーカーやからな、すごい大物かっこいいって来てんだよ吉尾、ありがとうございます、ありがとうございます、もう引き取ってやってください、そんなわけで、それが2番ですね、はい、では次、3番バーン、ギルド2011ニュースを振り返りということでして、ギルドのね、まあ、2011年にやった、重大ニュースを含め今年を、振り返ってみようというね、まあまあ、はい、まさにラストという感じの、ね、締めくくりコーナーなんですけれども、ね、まあまあ皆さんもね、一緒に振り返ってもらいたいなと思っております、よろしくお願いします、お願いします、もちろんあれですよ、はい、ゆひつさん、なんすか、あれですよ、あ、得意なんですね、あの番組ラストにはね、はい、あるんですよ、やっぱり何がすか、番組を、はい、一番盛り上げたのは、はい、誰、アンケート、大好き大好き、さあ三冠王なるか、アイアム3タイムスチャンピオン、3タイムスチャンピオン、吉尾の近況、振りがなかったよ、カンピオン打ったカンピオン呼んじゃったよ、吉尾の近況、あ、そや、吉尾飛ばしてた今俺あ、それでした、あの、吉尾と自分自身緊張トークごめんていうか、飛ばしてた、ざっくりやな、俺のんだけ、吉尾最近どう、なんかもう、ただでさえ骨とかヒレとかなんかいろいろ名前がある中で、自分の向かうキャラ設定がちょっと迷走しています、僕は今後どこへ向かえばいいんでしょうか状況です、あのさ、あの、なんですかカットでああ次行きます振るだけ振ったそれっすかまあそんなわけで、はい、またあのアンケートを取らせていただきまして、うんうん、一番数値がね、うん、低かったメンバー、番組を一番盛り上げたのはっていう、まあ、アンケートなんですけども、うん、はい、吉尾最強、最高やった最高です、ここ、Tルームニコニコで実際に販売されています、なんやこれ、お、激マジ汁に芯が付いてる、芯って付いてる、ニューバージョン、赤文字で入ってる、さらにまずくなったらしいですね、激まず汁がね、はい、新激まず汁を飲んでもらいますので頑張っていきましょう、龍一、うん、さん、はい、連覇なるでしょうか、なるか、なりたくねえよもうすでに 3回ぐらい、もう結構なっとるね、お前、うん、アーネストホーストよりお前の方が強いまだ分かりにくいですよ、まだ依然高一だけ飲んでないんで、そうやね、なんでか知らんけど、しかもじゃんけんも強くて、なんか俺、そう、ぜひ2011年の締めくくりに、あ、まあ、小井さんにこう、まあね、あの全部振り返ってあのやってしまおうよ、ね、何やねんそのでっかい文字ご質の目っていじめやなあんた、人に嫌われても知らんでぬそんなわけでたくさんのコメントお待ちしてまーす、お待ちしてまーす、それではね、リーさん、はい、まず1曲聴いてもらいましょうか、はい、じゃあね、ドワンゴさんで、12ヶ月連続配信リリース企画の11月配信楽曲、うん、ハイ&マイティアイランド、略してハイマイです、どうぞどうぞ、